私は世間で言う人間の底辺の落ちぶれたアンチです。私は2015年の19歳の頃、お笑い芸人としてデビューして、すぐ評価されるだろうと期待していましたが、現実は甘くなくて、理想の未来とは全然違い、私以外の同世代は活躍する一方、私の存在だけ、隅の隅の存在でした。いつの間にか安い居酒屋で愚痴ばっかり言う日々を過ごしていました。ひどい時は、俺も本気出せば、すぐ結果出るのになぁと、大口を叩いて行動に移さず、自分を正当化させるために、周りの評価されている人の揚げ足を取る暴言、悪い噂話で爆笑、人間の底辺の生活を繰り返していました。そして迎えた2020年のコロナ禍、ついに悪口を言い合う飲み会も開けなくなり、売れない芸人としての少ないライブの数もゼロ。悪口を言い合う飲み会も開けなくなり、そして何なら日頃の悪い行いから私の周りには人がいなくなっていました。ここで私の何かが切り替わり、 YouTube 活動を始めました。2021年バイトも再開し、 YouTube を一から学び、その日から朝5時に起きて、5時から9時撮影編集、10時から21時アルバイト、休憩時間は10分で食事を済ませて編集、帰宅後も編集。ちなみにひどい時はコロナ禍ということもあり、バイト先が飲食店だったんですけれども、人件費削減のために10時から21時の間の休憩時間を除く10時間の労働すべてワンオペということもありました。それでも私は編集作業の歩みを止めませんでした。徐々にありがたいことに視聴者様が増えるにつれて、その流れでアンチも増えていきました。そのアンチは昔の私を見ているようでした。誰かを傷つける最低な行為と過去の自分を反省しつつ、活動を3年ほぼ同じルーティーンを繰り返し、現在は YouTube のみならず、時代の喧嘩に追いつくためにメインの活動はコロコロ変えております。ちなみに芸人生活は2023年11月に足を洗いました。そして現在はさらに自分を追い込もうと、朝4時起きにしてバイトも辞めて、約束も大事なもの以外すべて断って仕事に没頭しています。そんな私の現在の夢は、50歳になっても20代のような見た目で生きて、みんなの目の保養になることです。予想不可な着地。そして私って万人受けするタイプじゃないことは理解しているので、これからも私のできる役割の範囲内でもがき生きていきます。以前と比べて人と接する機会は超大幅に減りましたが、性格が変わった今の私を、私は大好きです。世界一のナルシスト、ポジティブ、やったー。